大丈夫ですか？大丈夫です。最近受けてて、うん、やっぱりその人の指が気になっちゃいますよね。自分が辛いから、はい、大丈夫かなって。はい、震えたりしてないじゃないですか、私。大丈夫です。私も割と、まあでもやってる時間がね、そんなないんで、うん、そんなに鍛えてるってことは鍛えられてないと思いますけど、これぐらいの感覚だったら、状況だったら、はい、まあ押せるんですよ、はい、でも右は無理、もうなんかやっててってなります。なんていうか、なんていうんだろう、ちょっとグニャグニャしてるというか、当たんないんですよね。なんか嫌な感じありますね。まあ俺もいつもその強もみのお客さんはそんな感じでやってますよ。あ、左はね、もうこれで結構軽くなってますね、うん、そうですよね。だからこれで右もやれたらいいんだけど、やっぱりその俺もすごいお客さん相手にしてるから、あ、俺ってまだまだなんだなって思いながらやってますよ、毎日。2時間のインターバルが分かりますわ。うん、なんか気分がもうね、ちょっとしばらくちょっと動けないというかね。いや、本当にその、そういう感じですよね。椅子に座ったまま、ぼーっとしてるだけで1時間経っちゃいますよ。いや、だと思う。分かる。生も根も突き果てるというかね。いや、もう何にもできない。分かる。あのお客さんの情報を、パソコンに入力するっていう、それだけもできない。ああ、でもさっきよりなんか感覚が絞れてきた感じですね。あ、そうですか。うん。押されてる感覚としては、あんまり。あ、そうなんだ。でも、あと、はい、ほぐれてる匂いはするんですよ。あ、そうですか。うん。あるじゃないですか、独特なあの匂い。匂い？匂いしないです？匂いしないです。あ、そう。私匂いしますよ。押した感覚ですね、俺は。うーん、入るようになったなとか。あれです。ほぐれてきてる人の匂いってありますよ。あ、全然それは気にしてなかった。鼻あんまり良くないですか？いや、鼻はいいと思いますよ。いいの？あ、で、わかんないですか？わかんないです。そうなんだ。なんだろう。ほぐれてる時の汗の匂いだと思うんですけど。全然わかんない。共通ですよ。あ、そうですか。男女。年齢関係なく一緒の匂いしますね。うん、その時しか出ないですね。へ、他の汗ではその匂いしない。汗、うん、汗だと思う。周期が出てくるっす。へ、でもあれですよ、その背中ほぐすと、胃腸の動きが活発になって、息臭くなる人は結構いますね。あ、でも息の匂いでもないんですよ。あ、そうですか。うん、私は汗なのかなと思う。水蒸気的にこうふわって立ち込めるような、上り上がるような、はい、全然汗はかいてないですけどね。まあ、汗っていうじゃあ何ですかね、ホルモンとかなんですかね。わかんない。なんかそのなんかちょっとこう立ち込む匂いが体から出てきます。あ、そうですか。はい、俺それは感じたことないですね。そうなんだ。みんなちゃんとあるのかなと。全然分かってないです。あ、そうなんですね。うん、その単純に押した感覚とか、そういうので判断してましたね。感覚もそうなんですけど、匂いが出てきます。へ、私はその匂いで、あ、ほぐれてるなとか思ってます。特殊能力じゃないですか。俺にはないもん。他の人は感じてない。感じてないんじゃないですか。だから私が匂いとして感知してるけど、実は匂いじゃないものなんですかね。わかんない。フェロモン的な。そうかもしれないですね。もしかしたら、ね、丹野さんが嗅いでないって言うんだったら。これだからその本当にその、胃腸が動いた時の口臭ぐらいしか、匂いとしては特に捉えてないですね。さっきより押してて気持ち悪くなくなりました。あ、そうですか。感覚的にはね、あんまりその変わんない。うん、でもやってて嫌な感じは全然今楽です。はい、右やってからの方が、そのなんだろう、その、押された感じが柔らかくはなってるのは分かりますけど、そのなんだろう、筋肉の感覚としては、やっぱりまだその入ってきてるっていう感じではないというか、
私の神経的なところまで届いてないのかもしれないですけど、自分の感覚として、はい、さっきはなんか凝りが絞れないというか、ちゃんと筋肉に届いてる感じがなかったんですけど、はい、今の方が、まあ、まだなんか人の方っていうか、まあ、やりやすくなったというか、その辺なんですよね、きついのが。ですね、だから多分そこなんでしょうね。当たってると思います。それもなんか悲しいですね。当たってるのが無駄から当たってるんだなっていう消去法的な。だからうちのお客さんも結構そんな感じですよ。押してますかって。本気ですって感覚ないんですよみたいなことなんですね。そうそう、だから逆にその感覚がないからちゃんと押せてますって言って、はいはいはい、変な感じだとか言ったら失礼かもしれないですけど、だからやっぱ辛いんですよ。そうですよね。だからもう多分あれを超えてるんでしょうね、一般的なコリのレベルとか状況を。YouTube なんかでもその肩こり体操みたいなのあるじゃないですか。でコメント欄でもすごく効きました、軽くなりましたって結構書いてある、うんうん、ああいうのやっても全くもう何にも変わらないですね。柔らかくなってるのが押されたその何だろう、沈み込みというか、はいはいはい、感覚はねやっぱりね感じないんですよね。深いんだよな、それですごい奥なんですよね。そうですね、うつ伏せなのが良くないのかな。横向きとかの方が見やすいんですかね。まあ、角度とか場所によりますね。狙いによってうつ伏せの方が入る場合もあるし、横向きの方が入る場合もあるし、ってどうですか。その辺無です。じゃあ当たっていくってことで。そうですね。こことかもなんか一応ここ関係あるだろうな、これこう当たってるだろうなって感じはするんですよ。あ、でも そこちょっと感じありますね。どうですか、私は上達しましたか。あ、でも2年前に受けた時よりも、はい、だいぶ入ってくる感じが違いますね。あの時はやっぱりそのなんですか、まあ、もっと今よりも指が弱かったようなイメージで、うん、あー、そうですね、指も。でもあの時の方が多分よく押すことはあったんだと思うんですけどね。いやでも今の方が安定してちゃんと圧入ってきますよ、うん、体重も増えましたからね。多分あの時って40あるかないかぐらいしかないんですよ。多分そんな結構かなり軽い時だったんです。だからやっぱりあの時は本当にこう表面で、うん、溜まっちゃう感じでした。だから、まあ、何されてるんだろうなって。そこまで弱い、エアリーですねもはや。だから、はい、あんまりねせっかくやってもらってるのにこう、はいはいはい、あんまり言えない部分もあるじゃないですか。ちょっとねなんか言いづらいですもんね、うん、だから今と比べるとやっぱりその、うん、安定して圧が届いてないなっていう、だいぶ印象が違いますね。
コーク線ですね、うん、噂のペチペチね、ペチペチあれもだから本当になんか丸めたタオルで弱い丸めたタオルペチペチされてるぐらいの感じしか感じないんですよ弱い異常ですよね、それね、そこまで一般と感覚が、本当になんかそのぐらいしか感じないんで、うん、丹野さんじゃあ結構この辺だったらこうバーンってなんかバットとかで殴られても大丈夫かもしれないですね。あの特選の、あの杭の部分あるじゃないですか、はいはい、あれをバットで狙ってほしいですね。さすがに骨とかに当たったら痛いですよ。それはそうですよ。だから的をちゃんと定めて絞った上で、ね、うん、打ってくれるなら、はい、それで全然ね。金槌とバットで。うん、だからあの時もそのコメントでゾーイでも踏まれろよって書いてあったじゃないですか。うん、だからなんかちゃんと狙いが定まってるんだったら、ゾウでも、いや本当にゾウに押してほしいなっていう気持ちはありますよね。むしろだって憧れですもんね、なんかモーサップよりもっと行ってほしいぐらい、いや本当にそうですよ、うん、ゴリラとか押してくれないかなとか、うん、怖いよなだから考えることが、そうそう、だからゾウとかだって普通に乗られたらこうペシャッとしちゃうじゃないですか、うん、だから象がちゃんと力をコントロールして狙いを定められるなら、うん、いやあんなにねありがたいものはないですよね。だからなんか象がアクリル板になんか杭みたいなのをつけたやつかなんかを、うんうん、上から踏むと垂直圧がみたいななってくれればいいですよね。だからもう100キロぐらいの圧じゃどうにもならないですもんね。私はやってるんだから無謀ですね。その辺は感覚あります。これだとどうですか、まだ弱いですか。いや大丈夫です、そこは弱いです、うん、あの健康貯金とか、うんうんうん、あと何だろう、真上の方がいいですね。そう、まあ、頭板状筋とか、うん、頭半極筋とか、うん、そっちの、うん、全然違います、こっちだったそうそう、半極筋とかね、そうそう、だからそういうどちらかというと後ろ側というか、うんうん、骨側ですよ、ね、そうですね、はい、そっち側の方はもう無なんですよ、うん、でも尺筋とかは感覚ありますね、うん、強さに突筋とか、うんうんうん、そっちの方はもう全然問題ないです。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。丹野さんの施術を受けたいと思った方は、はい、ホットペッパービューティーから、はいはい、リンクを貼りますので、はい、何かお伝えすることありますか。ドームサウナ入ったんで、ぜひお願いします。はい、はい、ドームサウナ気持ちいいですので、はい、なんか冷えがある方、むくみがある方、なんかちょっとね、あの汗出してスッキリしたいなとか、はい、でもあと他のところでこれがほぐれにくい人もいいと思います。しっかり最初に、施術前にそう温めておくと気持ちよく受けられますのでおすすめです。なかなかね、そういう設備があるところってないので、はい、まあ、エステ系だと入れてるかもしれないですけど、整体と組み合わせるってなかなかないですね。そうですね、カイロとかもやってますから、カイロとかもいいでしょうね、はい、だから今こう固まってる状態だと、ね、動きやすくなると思いますね、うん、そうそうそう、はい、だから丹野さんのとこだと揉みほぐし、強揉みの、まあ、特に強揉みに特化した揉みほぐしと、はい、カイロプラクティックとドームサウナ、はい、はい、3本柱なんですかね。まあそうですね、はい、ということです。 See you